女子プロレススターダム新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く。明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。ございまして20分時間切れ引き分け、20分時間切れ引き分けでございます。セコンドセコンドアスター。ございまして結果によりまして、渡辺桃選手勝ち点5点、林下美選手勝ち点9点となります。私の全勝優勝だ。今年は全勝優勝して最高の夏女になるはずだったのに、ももさんさすがに強かったです。これで私の5スター今のところ4勝1分け9点。全勝にはちょっとなれなかったですけど、それでもまだブルーノッテス、私がトップを走ってるはず。今年こそは私がこの夏生まれ、夏デビューの夏女がスターダム2020年の最高の夏女になりたいと思います。私が遠慮するわけねえだろ。うたみの全勝止めたけど、私もここから全勝して追いつくから待っとけよ。楽しかったよ。ありがとう。楽しかったです。もう豚人の試合はやっぱ20分じゃ足んないっすよ。またいつか絶対に決着つけてやりますから。まあ今回5スター公式戦引き分け1点、まだ5点しか取れてないので、私はここから全勝してまだ優勝狙ってますんで、よろしくお願いします。私の今年の全勝優勝の夢が叶いませんでしたけど、でも久しぶりのももさんとのシングルマッチ、日本初のシングルマッチは最高に楽しかったです。本当に楽しかった。時間が足りないぐらい、本当は私が勝って気持ちよく終わりたかったですけど、まあ、結果は引き分けでしたけど、本当にすごく楽しかった。でも5スターはそんなの関係ないから、大事な1点を取れなかったけど、それでも私は9点、まだ9点あるから、今年こそ私が必ず優勝します。
月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。